それはな、うちはその世界本人が新しく来ないから、うちに対する表意っていうのは基本的に許されてないし、ね、だから非常に守られてたよ。だから本来ホモサピエンスが持つ知能指数多分300ぐらい、1220で、みんなも表意全部なくなったらみんな知能指数300ぐらい簡単に回復するんや。だけど訳あって表意されてるのは何だかって、あんたらが用意してるからやったらみんな説明してるけどな、みんなに表意されてるとその状態どう思う、まあ、それはいいと知って仕方ないよね、そういう状況やし、それが原因で世界滅亡の危機がいつも訪れんねん。この時代だけじゃないけど、この次元だけじゃないよ、もちろんね。この次元もそう。で、うちの乱世最後の運命の話も出てくるし。で、それはテンパーという人たちは、宇宙星天下の、それは何とかの運命かっていう実験行為に走るわな。それはまあ、罪のものだよね。まあ、女の子は、その性別に関して生やし立てられたら基本的に嫌なのよ。っていう話。地域で常識や。実際来るからそんなん言われまくるもんなのか。男なんかそれ面白いだろうな。そう言って。でも知ってるよな。な、ね。それより大事なことは、うちが勉強できたことっていうのは、なんでかって言ったら、あ、できたって。ああ、可能だったとかね。みんなのどうのか達成とかもさ、勉強に達成なかったら、ああ、いいよって言って。みんなあると思ってるの結果出して。え、何の結果どの時点なんですか、なんでその結果を教えるの、勉強にすら結果を教えるちょっといいよ。勉強の結果はないそれよりね、幼稚園入る前から地域生活始まって、石原町に、引っ越しする前から幸福の時からもう始まってるのに違うんですよ、ね、だから勉強を始めるの余裕やって、なんだかってもう5歳くらいではもうなそろそろ大人になるのかな意識し始めるやん、連続ずっとな地域デビューでその後ずっとやろ、5年経つの、まあ5年ちゃうわ、まあ3歳ある直前ぐらい、もうそっから物心つくねん。なんでか言ったら、地域生活始まったらめっちゃ早物心つくねん、実は。なんで、もうその刺激の問題でな。だから5歳になった頃にもうだいぶ経ってるね。肝心に子供心って。子供って時間経つのが早いっていうか、その、もう2年ちょっと経ったらもう焦り始めんの。まだ自分が子供であるってことに実は。5歳ぐらいで焦り始めんの。今そういうつかなかったよな、ね、だから早いと思うんだけど焦ったよ、5歳ぐらいでも焦っててそうそんな前だな、だんだん落ちた下町だよ、他の生き物見てみいや、どんどん5年も経ったらもう完全な成人というかな大人でしょ、猫でもなんでもね、常識を共有できなかったの。でもみんなの常識に合わせられへん。うちが主やから。みんながうちの常識に合わせてもらうしかない。